群馬県立中野城高等学校は、群馬県東郡中野城町大あ中野城町にあった県立高等学校。近隣の群馬県立東高等学校と共に2018年3月31日をもって並行し、2018年4月1日からは2校が統合し、群馬県立東中央高等学校になっている。同校は、 群馬県立あずま農学校という名称で、群馬県最初の農学校として1899年にあずま中野城町に設立された。設立当時の入学生は39人で授業料は50銭であった。日清戦争後であったため授業に教練や発火演習が取り入れられ、これは1945年の終戦まで行われた。1901年には、 群馬県農学校に改称その後群馬県立農学校、群馬県立中野城農業学校などを経て、1948年には学生改革により、現行名の群馬県立中野城高等学校に改称農業科2学級、農業土木科、家庭科、普通科、各1学級という構成になった。2000年には普通科男女募集。 農業科学科改編により生物生産科と加盟変更、生活科学科、定時制普通科募集停止などを行い、現在に至る。農業学校として設立されただけあり、卒業生の中には農業などの分野で活躍している者が多々いる。また土木科は測量士、測量士法の資格の合格率が非常に高く、測量士に至っては、 全国の高校生の合格者の60%を中野城高等学校の生徒が占めている。部活動においては陸上部の活躍が顕著であり、毎年インターハイに数名を排出させるなど競技力の高さが伺える。2015年には世界ユースに出場する選手が出るなど高校生でもトップレベルの選手が在籍していることもある。800メートルに関しては、 県内の高校記録が三十年以上破られていない。そして、駅伝の分野においては九百八十年度に開かれた第三十一回全国高校駅伝で群馬県初の八位入賞という結果を残した。九百八十四年度の大会以来全国、出場はなかったが、二千六年には十三年連続で全国出場の東京農業大学第二高等学校を破り、 通算15回目となる全国大会への切符を手にした。関東高校駅伝の出場回数は山梨県立の林高等学校に次いで2番目である。同校は1952年、妻ま井村三原に妻ま井文校を設立した。学科は昼間定時制普通科であり、農業科などはなかった。設立の背景には、 学生改革により従来の中等学校から新生の高等学校に移行して以来、東郡西部においても高校設置の要望が強くなったことがある。つまごい分校の設立により地域の高校教育は平等になった。この分校は1968年に群馬県立つまごい高等学校として独立した。校舎は中野城市街を南に望む丘の上に立地する。 アズ中央高校の校舎は、旧中野城高校の校舎を使用している。AB、アズ地区振興等学校の基本構想。群馬県。2018年8月10日閲覧。ありがとうございます。